はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。最終工程で進めるロマサガ2第3回目になります。まあちょっとアバロンがね、アリに侵食されつつあるんで、クイーンを倒すために強くならなければならない。そのためにちょっとこの迷宮で己を鍛え上げましょう。で、十兵衛がね、ちょっと LP なくなって死んでしまったんで撤収に変わってます。で、撤収の技ちょっと見てみると、流し切り最初から覚えてるんで、まあそこら辺はちょっと引き継いでくれてるところかなというところです。まあ流し切りあるだけで今のところは十分だからね。で、左上の紫のところはもうすでにやったんで、まあ、今回はちょっと右の青のところからやっていきたいと思います。青の迷宮4階おっと、ご同業界？いや別に同業ではない。欲しいものがあれば売ってやってもいい。スキルリング、ドロップリング、負けろ。なんか負けてさ、売ってくんなくなったら嫌なんだよね。スキルリングにしよう。戦闘に勝利した時により多くの経験点が得る。いいね、これ。これにしよう。勝った。お気に。あ、もう金がない。高いから負けろ。ビタ1本負けらんない。まあ、結局1万円しか持ってないからね。いらん。じゃあスキルリング装備しよう。誰がいい？これだな、シルバーリングとか。つけるもんないからシルバーリングつけてたからね、スキルリング。てかさ、これあれだよね、全員効果あるよね、こいつだけじゃなくて。お、モンスターに襲われている。そして宝箱がある。だったんな、いいところに。いいだろう。弱そう。水長剣一掃しよう。で、ストーンシャワー。てかストーンシャワーで一掃できそうだけどね。先にストーンシャワーが発動してくんないんだよね。あ、発動した。早い。今回あれ、こいつちょっと強い、もしかして。流し入り稲妻好きも使うか。ちょっと寝てっかな、他のやつら。1900とか。少し腕に自信があんの、こんなハゲで。もうここで引き返すんだ。あれ、帰ってきた。奥のお宝、貴重な鉱石、無用の長物。まあ一人でここまで来てるっちゃ来てるんだから、それなりの実力はあんのか。運命の石、よし、黒のガラドリエル。青龍剣、帰りたい。戻ろう。さあ、そして次は緑の迷宮に行きましょう。緑の迷宮、これジャングルだな。ゴブリンがいっぱいいる。しかも赤い。ゴブゴブゴブ、敵手だー。オラたちの縄張りを守れ。昔ゴブリン、意味がわからん。こっち水中でやろう。まあ普通の攻撃でいいかな。ゴブリンと見て甘く見てるけど弱い。600で死ぬじゃん、雑魚が。一旦引くと親瓶に報告だ。いて、まあ、このまま奥へ行こう。おお、親分っぽいのがいる。来た、親瓶。こいつらです。あれを使うぞ。人形ゴブリンアタック。確かに5人いるな、向こうも。突撃。昔ゴブリンは雑魚だから、親分ゴブリンに集中しよう。当たるよね。
で、ストーンシャワーで周りの雑魚は一掃する。これでワンタン切るでしょ。長すぎる。ん、やるな親分、さすがに強い。まあ所詮雑魚だけど、周りよりは強い。ただそれだけ。2000強化弓、強化弓結構貴重だからね。負けた。5分。ゴブリン人形書、これでインペリアルクロスともお別れだ。滑殺化石書、ゲッ、当たってね。帰ろう。じゃあちょっと手に入れたものを一旦持ち帰って、まずは陣形、ようやくインペリアルクロスから解放される。ゴブゴブはいらん。原始的なパワーで全員の攻撃力をアップし、さらにスピードも速くなる。ゴブリンアタック覚えたぞ。よっしゃ、ちょっと見てみよう。ゴブリンアタック閉じちったよ。弓攻撃力アップ、いらん。近接、あでも近接も上がる。2番目近接、狙われにくい弓の攻撃アップ、ここも近接、狙われにくい。弓メインなんだな。俺は変えらんないから、じゃあこことここを変えて、でここと、いや狙われにくいは狙われにくいがいいな。狙われやすいところにバイソンを持ってきたいからね。どうしようかな。こいつとこいつを変えるか。でこことここを入れ替えよう。よし、これでいこう。なかなか難しい陣形だね、配置が。じゃあ次、その鉱石は素晴らしい剣が作れそうです。ダメ、その鉱石は鎧。ダメで、剣が、まあ、結局竜林の剣よりさちょっと強いくらいなんだよね。で鎧は鎧で欲しいけど、竜林の剣だいぶ後だかんな。最悪体験がさ強いの手に入んないから、竜林の剣とこの新たなる剣、時間かかってんな。工程ずっと見てんのか。完成したセブンスソード、まあ、ミカミックス最悪デイブレード外してセブンスソードを装備させてもいいかもしれないですね。まあ、とりあえずただ今剣は1本でいいんで、まあ、幻獣剣の代わりにセブンスソードにしよう。これで火力はみんな結構高めに保てるはず。ちょっとエンリケに話してファゴット回収しとこう。海賊退治した時こんなものを手に入れましたよ。何個あるんだって、永遠に手に入るからこれ。でこの武装小船団の服従をしとかないと、さっきみたいにファゴットがもらえないんで楽器が集まらなくなっちゃうっていう、まあそこだけはマストでやんなきゃいけないっていうとこですね。さて石の船を回収しに来たわけなんですけれども、まあ助けてもしょうがないんで、てかアマゾネスは仲間にしなくてもいいんで、いらぬ手出しを。され別についてがねえよ、俺はこれが欲しいだけだ。持ってこう。でいつもまあ捨ててたけど、たまにはこの穴に落ちますか。ジャンプで飛び越えらんないんで落っこってしまいますと。でここを抜けた先がどこに出るんだっけ。えどここれ、あこんなとこにいるわ。で石の船置いて楽器を回収で、アイスシードをもらいましょう。一文字付き固めよう。
よし、帰りましょう。ではこれにて築島閉廷。コムルーン島も勢力下に入った。誰か、インペリアルガードが欲しい。30万円、これ安いよね。900万もあんだ。スワロー、キャー、カームバター。逃げられないんだよね。倒すか。ここまで侵食が来ている。とりあえず全力で行こう。殺殺化石症が一番強いかな。ストーンシャワーでいくつだったのか。1500。足払い読み切った。1200。経験点は本当いいよな。ここまでか今侵食されてんの。こいつはホギー、スティーシーフ、さらばだ。お前の胸を俺が話す。インペリアルガードに変えたいんだよね。インペリアルガードは大丈夫だよね。多分5回くらい戦闘すればインペリアルガードになるから、ここのアリを抹殺しよう。あ、開くーって。最後の一人。天のレベルをちょっと上げていきたいんで、ライトボールを使っていく。てかさ、スキルリングってさ、見た目上の経験値、ギャッシュだ。強い。変わってないんだけどさ、持ってる人だけ技術点が増えるのかな。あ、石化した。1294っていうのは変わんないんだよね。綺麗さっぱり。アリを退治する時が来たか。結構侵食が始まってるからな。行ってみよう。下水道にまでアリが侵食してるよ。これは押し切っていこう。で、資源はちょっと天のレベル上げたいんで、ライトボール使っていきます。で、スキルリングの効果調べたところ、装備してる人だけですね、経験点が1.5 倍になるようなんで、これやっぱ結構違うと思うんで、資源にスキルリング装備させてやっていこう。ちょうどこれで倒せるから。ガッハ、ストーンシャワー一掃されたんだけど、まあ、あのオートセーブがあるんで、直前のところから戻ってくるんで全然大丈夫っす。痛手はゼロ。マジか、ストーンシャワー。こっちも強いけど敵も強いな。っていうか、マジターブバトラーそのものが強い。経験点高いからどん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 能力上がっていくんだけど、こっちもその分死ぬ恐れがある。1500だかんね。やっぱ上がりがいいよ。出たー、ストーンシャワー全滅パターン。女王アリ、サバンナでは世話になったね。ここまで来るのにどこまでどれだけかかったことかって。大して時間かかってないよ。1年やそこらしか経ってねえよ。くそー、許さん。切り落とし。スタンがね、効くみたいなんで、ちょっとスタンを狙っていきたいと思います。で、かといって足絡みやるかって言われたら足絡みはやらないよな。ストーンシャワーで攻撃していこう。スタンしろ。しない。2000、一番攻撃力高えよ。フェロモン、前方2人。いいよ、石になってていいよ。うおフェロモンが一番危険だよこれ。いや無理だなこれ。切り落とし
果入ってやっぱよみがえらせたからよみがえらせた方が良かったかな。いやめちゃくちゃ厄介だよフェロモン。そのシャアこっちに来んじゃん。はい来た1900とかちょっと今のはフェロモン問題があったんでフェロモンマジで厄介だな。なんか対策立てらんないのかな。まあ、キリオストシスタンだな。まあ、脇腹やってみる。誰か一人でもいいからスタンが入ってくれれば永遠に攻撃できるパターン。よし入った。これだ。もうスタン狙ってこう。資源結構早いからね素早さで。なぎ払いってそもそもの攻撃でいくつだったら500かないよりマシっていう感じ。いけ足がめ。まずこれが最重要。ダメだったか。無理だ。あとなぎ払いにかけるしかないってか。あいつ遅いかんな。なぎ払い無理だ。超音波最後。こいつのなぎ払いはじゃあ遅いから無駄だということが分かった。みじん切りでいこう。で回復やっぱしてった方がいいな。死にそうだな10名が。でも寝てっかんな。死んでから回復させた方がいいかな、まあ、生きてる自分にしよう。よしスタン帰った。このターンはマジで楽で誰も起きない。切り落とし、みじん切り、高級傷薬、ミカミックス。無理か。毒切りやばい。とりあえず回復。で、ジューベイちゃんがまずいな。回復させるか。あ、撤収だった。で、前衛2人回復、足柄目、アンドロマケアも攻撃するしかないからね。滑殺いこう。これ毒も治るかな。足柄目、無理か。スタンしろ、無理か。こいつ2回攻撃っていうのが意外に厄介。多少持ち直して切り落としのこいつも重要だからな。バイソンもやっとくか。じゃあしがらめ化石。よしまずスタンした。もうこれ無駄になっても構わない。やっぱ強いよリアルクイーン。しかもミスってるし。切り落としもうない。2つしか持たせてないからな。3つ持たせておけばよかった。青龍剣、足柄目。ダメだこいつは死ぬまで攻撃だ。この2枚看板 OK。 やはり切り落としめちゃくちゃ使えるな。押した押した。強い、やっぱり強かったよ。本当に強い。だがこれでアリの脅威は消え去った。君たちも元気そうでよかったよスパロー。お、インペリアルガードができてる。ワーレンシュタイン、ミネルヴァ。どうしようかな。女性にしようかな。インペリアルガードは入れ替えるのはアンドロマ系。今まで槍使ってたからね。でリアルクイーンを倒したことによって多分なんか知んないけど技道場ができてるんだよ謎に。あるね。体験もあるんで。よしちょっと技を整理しよう一回。で
アンドロマケとインペリアルガードを入れ替えようかと思ったんですけれども、ちょっと後々のロックブーケ戦を見据えて、あんまり男が多いとテンプテーション見切るのがめんどくさいんで、帝国重装歩兵の男とインペリアルガード、女性で入れ替えてます。で現在ですね、ミネルヴァに、まあ、槍レベルもね28あるんで強いんですけれども、まあ、ウコムの矛を持たせてます。ただミネルヴァ自体が槍のねひらめきがそんなに良くないんですよ。剣のひらめきはいい、確かに剣レベル28あるだけあって、で剣のひらめきはいいんですけど、槍が全然ひらめかなくて、次にいるルナの方が槍のひらめきがいいんで、まあ、ちょっと当分の間まだいいと思うんで、ミネルヴァ使って最終的にはルナと入れ替えて、まあ、強い槍技を覚えていこうと思います。まあ、とりあえず当分はこの編成でいきます。であと合成術なんだけど、ワンチャン開発できないかな、1年とかで開発できないかな、数年はお待ちくださいって言ってるからな。まあ、とりあえず金はあるから様子だけ見てみましょう。じゃあ詩人の洞窟へ行きますか。他の人はどうなったのかなって、これほんと謎だよね。あ、でちょっとね武器も変えました。ミカミックスセブンスソード、剣をね持たせてます。で音速剣を早速覚えてくれて、アンドロマケちょっとまた剣を使わせようかなと思って幻獣剣にしてます。でミネルヴァがウコムの矛でしょ。でテッシュはそのままデイブレイドで、資源は光、レベル上げたい、強い、セブンソード普通に強い。残像剣よし、これだいぶはかどんな。音速剣弱い、剣レベルが低いからどんどん剣レベル上がっていくからね。詩人のフルート、まあちょっから氷の遺跡で己を鍛えますか。七英雄のね第二形態がヒットポイント700以上みたいなんで、結構鍛えないといけない。割とイベントはもうやり尽くしたからね。というわけで、まあいろんなところを巡って強くなりますか。とりあえずグリムリーパー回収しときましょう。巨人戦、巨人は巨人で結構強いからね、みじんみじんの滑殺切り落とし、こいつは足がらめをやる、恒例の足がらめ、よし、これが入ってくれればね。巨人ってヒットポイントどれくらいあるんだ、2ターンくらいで倒せるんだったら、なんか巨人で経験点稼ぎもしたいけどね、安定するんだったら。ミスったか、この切り落としでスタン、うん、結構強いねやっぱり、2ターンじゃ無理か。ガラメ、でも2800いくから、そう考えると本当強いな、セブンスソード倍以上違うかんね。アンドロマケ、ただアンドロマケはちょっと剣レベルが低いっていうか強い、この巨人ガチ強だな。ようやく死んだが、これでいくつ、3600か、いい経験点してるな。アメジストで、これ復活するよね多分、一応見よう、復活してる、もう一回くらい倒そっかな。すげえ3人見切ったんだけど、攻撃されるとやっぱ強いなこいつ、超合金、超同金だし。そんなわけでだいぶですね強くなって、ヒットポイントは700近くになってます。多分あと1回上がれば700いくと思います、ミカミックスは。で
技をちょっと整理したくてですね、だいぶ覚えました。もう高速拳とか不動拳とか覚えてあるんですけれども、無明拳乱れ雪月下、珍しくツバメ返しも覚えてます、あるんですけど、ちょっとこれをね技道場に登録したくて、で技道場に登録するためには、まあ、とりあえずイベント一つこなそうということで氷海へ行ってスービエを倒します。でスービエ自体はなんか多分海の主を吸収して第二形態に変化するんで、まあ、今回のね、プレイでは第二形態に変化することがないので、まあ、スービエは倒しちゃいます。これで南ロンギットが制圧できて、多分技道場も登録されると思うんで、魚残像剣、あそうで、アンドロマ系は死にました。死んで別の人に書いてあります。ゲーやべえ、これ一番最悪のパターンなんだよな。で今火の魔法をちょっとレベル上げたいと。あっちゃ、LP が結構減ってるんだよね。でアンドロマ系は死んで、資源はあと1です。で資源、まあ死んだらソフィアと入れ替えてちょっとロックブーケ対策をしたいと思います。で最後はちょっとソフィアを外して、まあ、やっていくんですけど、ロックブーケとね戦うところはちょっと女性多めでいきたいと思ってるんで、まあ、とりあえずスービエをパパパッと倒しましょう。スービエでね、不動拳、まあ、一番強いんですけど、次に強いのって千切りだった。2番目にね千切りが強かった。デイコムの矛、こいつはもうちょっと技覚えるのは期待できないん でやっぱねデイブレードだとね無明拳も火力がちょっと足りないかなっていう感じなんだよね。まあ、ストーンシャワー千切り5000超えるかんね、強いマジで。普通に千切りは強かった。ちょっと侮ってたけど最初の方、999か。だからこれで終わりにする。ツバメ返しも見てみる、まあ、見れるか分かんないけど。あ、死んだ。資源、お前の命は無駄にはしない。ツバメ返し決まった。2000しょぼい。ロンギット界の安全確保。さてこれで技道場が登録されているはずなんで、ちょっと技を整理してソフィアを迎えに行こう。でであるね、不動拳、高速拳、残像拳、よし。じゃあちょっと整理します。またソフィア、君の力が必要だ。ぜひ来てくれ。水のマスターレベルが低すぎて霧隠れがなかったんだけど、ちょっと一回あれになってるかな、なんかパンチとかになってたな。でこいつも残像剣使って、ソフィアちゃんはちょっと元気の水でいいや。まあすぐ切り隠れなんて覚えられるでしょう。今技術でみんな高っけーから、これ多分1000くらい入ると思う。ほら1400あるからね。もう水の術すぐ上がるよ。はい、切り隠れ。てかもう水前まで出てるし。で一応ソフィアにも覚えさせたんだけど、鉄舟も自分で使えるようになるか。切り隠れなんとなく他のも覚えとこう。生命の水、ステータス以上も直したいから元気の水も覚えさせとこう。であとちょっと気になったのが、そういえば俺合成術作ってたじゃん。これどうなってんの。できてればかなり万々歳なんだけど、アクサンダーの術です。マジか、できてるわ。合成術作れたんだ。とりあえず作る金あるかな。
これは無理だな。セイントファイヤー、火と天はね両方上げたいんだよね。一応覚えさせるだけ覚えさせておこう。てかダメだ、火がね。まあとにかく合成術はできるっていうことが分かったね。まだまだ俺も勉強不足だな。というわけでとりあえずちょっと鍛えて、まあ、クリムゾンフレアが開発できるくらいは、鍛えていこうと思います。そんなわけで次回はちょっと鍛えたところから、スタートしていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。